戦争によりガザ地区の中心から生命が失われました。今は荒れ地となっています。まだ煙が上がっています。瓦礫を取り除いているのはパワーショベルだけです。地元の住人がポスターを貼り出しています。何が失われたのか、持ち主の名前、連絡先の電話番号が書かれていますけれども、ほとんど誰もやってきません。ヘイシー家の家はイスラエルの砲兵射撃により破壊されました。半年前の停戦直前に長男のワディハ君が生まれました。ところが先月凍死しました。今は生き残りをかけた新たな戦いを強いられています。おばあさんのファティアさんは、ガザ市民を助けてくれる国がないと全てのアラブ諸国を非難しています。ワディハ君の母親は、誰も助けてくれなかったと語ります。どこの国も自国の子どもや国民の面倒を見ているけれど、ここはのけものです。ここでは責任者はただ椅子に腰掛け、自分の子どものことだけを気にかけて、私たちのことは忘れています。今は早く家を建て直して、2人の娘が生き延びられるよう願っています。誰もがガザの再建の話をしますが、誰も実行していません。いつもと同じで、理由はいろいろです。イスラエルからの制限、パレスチナ人の内輪もめ、支援資金が約束通り支払われていないことなどです。誰もが次の戦争を恐れているときに、どうして再建が進むでしょうか。1万人のガザ市民が未だに国連の学校で暮らしています。家族の有金が底を尽きると、その人数は増えるかもしれません。紛争は避けられないと思います。それが内戦であれ、ガザ対イスラエルの紛争であれ、地上での状況に変化がない限り、再び暴力的手段を用いるしかないでしょう。ハマスの戦闘員は準備万端で、それを隠していません。ここ数ヶ月の間、ここに来るたびにこのような行進を見かけました。いろんな理由でこの大惨事が起きています。軍による占領など、今ではガザは大きな監獄と化しています。出口がなく、輸出も輸入もありません。信憑性の高い報道によると、ハマスは再びトンネルを掘っていて、次の戦争に向けてミサイルのテスト発射をしているということです。それは事実ですが、ハマスはここの住民を守るために行っていると思います。予告なく新たな戦争や攻撃があるのは困ります。ガザの瓦礫の中で、若者たちがパルクールの練習をしています。障害物を乗り越えるスポーツで、打たれ強いガザ市民らしく得意としています。しかし、6年間で3つの戦争を経験した後では、さすがの強靭さも揺らぎ始めています。